主人公のジャンバルジャンは囚人です。パン一つ盗んだ罪で収監され、脱獄の罪も加わって19年鎖につながれました。そして今仮釈放、仮出獄だっていうところからシーンが始まります。あいしょって、あいしょって。ジャンバルジャン背が高くて怪力の持ち主ですぐ目立つ。今日も一生懸命働いてお勤めが終わる。すると看守に呼ばれるんです。その看守の名前がジャベール、後警察官。囚人番号こちらに来い。あ、俺はジャンバルジャンだ。お前に仮出獄の紙切れをやる。これだ。ああ、俺は字が読めない。なんだこれは。ここにはお前は危険人物、仮出獄中って書いてある。どこ行くにも身分証だから、これを見せろ。ああ、わかりました、って言って出てくるんです。出て行って、ああ、金を稼がなきゃ、働かせてください、身分証見せろ、これです。何々、仮出獄、お前元囚人、罪人じゃないか。出てけ、お前にやる仕事はない。ああ、腹が減った、何か食わしてくれ。なんだよ、あんた身分証見せな。これだ。あんた元罪人じゃない。お前に食わせる食べ物はねえ。出てけ。ああ、なんてことだ、牢屋は地獄だと思ってた。でも本当の地獄は牢屋の外にあった。俺はのたれ死ぬしかない。ああ、最後の最後に彼が門を叩いたのが教会だった。コンコンコンとして、司教さんに会います。ミリアム司教が出てきて、こんな夜更けにどなたかな。俺の名前はジャンバルジャン、俺は字は読めないが、この身分証には俺は危険人物と書いてあるそうだ。何も食べてなくてお腹が減った、一晩寝かしてもらえないかって。入りなさいって。俺を入れるのかって。どこへ行ってもこの紙を見たら俺のことをみんな蔑んだって。神の前ではみんな兄弟です。入りなさい。入る。ご飯が用意される。ジャンバルジャンお腹空いてるから食べる。パク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 。ああ、なんてうまいんだ。生き返るようだ。こんなうまいもん食ったら明日には俺生まれ変わるかもしれないな。あははははは。パクパクパク。食べてる時に気づく。銀の食器。ああ、この銀の食器は高い。俺の19年の牢獄の給料の数倍はするだろう。なははは。はごちそうさまでした。おやすみなさい。あ、司教様で、夜になってスパッて起きて、スタスタスタ、銀の食器を盗んで夜逃げる。すると身なりがこれですから、すぐにバレちゃって、お前怪しいな、ピピー止まれ、なんだ袋見せろ、こんな高価な銀の食器お前が持ってるわけない、あ、こういう食器持ってるのは近くの司教様だけだ、お前司教様から盗んだな、引っ立てろ。司教様、泥棒を捕まえました。あなたの食器を持ってました。この男、あなたからもらったとか言ってるんですよ。嘘ですよね、って言ったら司教が言う。いえ、その通りです。これは私が彼に差し上げたものです。何をやってるんだ、誤解があったようです。君は大事なものを忘れてった。この銀の燭台、ろうそくを刺す台、急いでこの燭台を忘れてったね。この燭台の方が高く売れるのだから、さあこれを持って行って、銀の食器も持って。おまわりさん、誤解があったようだ。さあもうお帰りになって。ジャンバルちゃんははてなはてなはてなと思う。そして聞くんです。なぜこのようなことをなさるのです、私のために。私はこの銀の食材で君の魂を買い戻す、今一度神の御手に返そう。この言葉を聞いてバルちゃんははいって感動するんです。なんてことをしてしまったんだろう、司教様に恩があるのにその恩をあだで返した。ああ恥ずかしい恥ずかしい。でもそんな俺のことを司教様は許してくれた。私は
ここで生まれ変わろう、改心するんです彼は。でもこの身分証があるとみんなこれを見て俺のことを蔑む。だからこれは破り捨てる。ビリ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 パラ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 。そして別人の名前になって彼は人生をやり直すことを決めたんです。そうなると彼は改心してますから、いい人になって、優しい彼はあれよあれよという間にみんなに慕われて市長になる。仮釈放の囚人から市長へのジョブチェンジ、こうなったんですね。この司教様の話は道徳の教科書に載ってたりするので知ってる人もいるかもしれません。でもこれは本当の始まりで、この先が長いんです。バルジャンは市長になって政治的な地位名声も得た。それだけじゃなくて工場も経営して、これがうまくいった。でお金も手に入った。お金も地位も名声も手に入れたバルジャン、小さな町で幸せに暮らしていた。ところがある時、新しい警察署長が挨拶に来る。新しい警察署長が挨拶に来ました。こんにちは署長様、私ジャベールでございます。バルジャン心の中で思う、あの時僕に紙切れくれた人だ。身分証の挨拶もそこそこに、じゃあジャベール君よろしく。去る市長、なるべくジャベールと距離を置きたい。ところがジャベールはあの長身の男をどこかで見た気がするけれど思い出せないなと思う。場面は変わってバルジャンの経営する工場、ここに一人の女の人がいた。美しい女性ファンティーヌ、彼女は言いました、ねえ工場長、もっとシフト入れてください。でもファンティーヌ働きすぎではないか。いいんですいいんです、もっとシフトをもっと入れてください。そんなに働いて、周りの女性たちは噂する、ファンティーヌはなぜあんなにお金が欲しいんだろう、そんなにお金に困ってるのかね。実は彼女娘がいて、娘をコゼットと言って若い時に男性と恋をして生まれた。ところが男は逃げて母子家庭になった。当時お父さんがわからない子供っていうのはとても蔑まれてました。女性一人で育てられないからコゼットとは一緒に暮らしてなくて、知り合いのテナルディエ夫妻に預けてるっていう状況なんですね。コゼットの養育費を払っている、こういう状況なんです。ところがそのテナルディエ夫妻から手紙が届く。こんにちはファンティーヌ、コゼットを預かっております、養育費もいただいておりますが、コゼットの体調が悪い、咳が止まりません。お医者さんに見せたらお金がかかるそうで、そのお金がとても高くて買えません。申し訳ないんですがまた送金していただけないでしょうかっていう手紙が届く。愛する娘のために一生懸命働きたい、シフト入れてちょうだい、こういう状況だったんですね。ところが焦るファンティーヌは一生懸命働いてる隙にポロッとその手紙を落としちゃう。落としちゃうと同僚がそれを拾うんです。あら何かしら、これファンティーヌへの手紙だわ。え、娘がいるって書いてある、娘のために金をくれ、あの子騙してるわ、娘がいるなんて誰も知らないもの、父親は、父親いないの、不死だらな女だわ、わー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 、あんたたちに何がわかんのよ、ほっといてよ、わー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 、喧嘩になる。するとバルジャン登場、どうしたどうした、みんな何を騒いでる、私は争いは嫌いだ、工場長よく話を聞いて穏便に解決したまえ。バルジャン去る。さあ話を聞かせてみろ、これこれこういう事情だ、ファンティーヌ本当か、娘がいるのは本当です、ならお前はクビだ。そして小さな町なのですぐに噂が広まる。ファンティーヌには父親のいない娘がいるらしい、あの女は不死だらな関係で子供を作ったらしい、あらぬことを噂が立つ。そうすると働きさせてくださいって言うと、あんたファンティーヌでしょ、しっし、誰も雇ってもらえない、誰も雇ってもらえないけれども娘が今病気で苦しんでる、行き場がなくなって働き口がなくなった、最後に行き着く先が自分の体を売る仕事だった。
美しかったファンティーヌ、長い髪を持ってたんですけど、この長い髪を売って歯も売って、なけなしのお金をテナルディに送るんです。そして毎晩毎晩彼女は男たちの欲望に抱かれながらお金を稼ぎ、そのお金を娘に送るんです。このどん底の状況で彼女は歌を歌うんです、ミュージカルだと。私は恋をして子供を産んだ、今こんな状況でも、それでも娘のために私は強く生きなきゃ、夢破れて I dream the dream って曲歌うんです。これをスーザン・ボイルさんが歌って大人気になりました。物語前半の一番心にグッとくるシーンですね。そういう暮らしをしていくと無理をしてるんで、どんどん彼女は病に侵されていく、身も心もズタボロになっていく。そんな時にこのジャベールがパトロールしてるんですね。パトロールしてたらファンティーヌは今夜も働いてるんです。ねえ旦那、遊んでいきませんか私と、って言うと、その男が嫌なやつで、なんだお前は、誰がお前みたいな女と遊ぶか、パーン、やめてください、やめてください、汚いドレス着てるな、破いてやるよ、ビリビリ。これでファンティーヌ怒っちゃってか、やめてよ、私この一丁らしかないのに、私のこのドレスを破るなんて、やめてよ、バーン、暴力振るっちゃう。するとこうなる、いって、おいみんな見たか、この女が暴力振るったぞ俺に。そこに運悪くジャベール登場、ピピピピピピ、おい私は見た、女が手を挙げたな、逮捕しろ、あれ捕まるファンティーヌ。そして言われる、お前から暴力を振るったな、牢屋に入れって。するとファンティーヌは言うんです、牢屋に入ったらお金を稼げませんって、そうなったらコゼットは、娘はどうなるんですか、お願いです、ご慈悲を、という。ところがこのジャベールは頭の固い法律法律法律に従順な男で、お前の事情は聞いた、だが法律は法律だ、牢屋に入れという状況になる。その噂をバルジャンが聞きつける。バルジャンは前のこの事情があるからジャベールになるべく近づきたくないんですけど、無実の女性が罰せられかけてるという噂を聞きつけるんです。でよく情報を集めたら、先にバーンと手を出したのは男の方で、この女性には罪がないということを知った。ジャベールと関わりたくないんだけれども、バルジャンは救うために対決する。ジャベール君、バルジャン登場。すると市長の方が位上なんで、あ、これは市長みたいな感じになるんです。私が聞いた状況によると、先に手を出したのは男の方で、この女には罪はない、彼女を解放したまえ、という。ところがジャベールは、いえ私は見ました、断じてこの女を罰すべきです、という。これでこの二人の対立が決定的になります。ジャベールは法律には従順なところなんで、わかりました、ぐぬぬぬぬと思いながらその場は落ち着くんです。バルジャンはこのファンティーヌを救うんですね。そんな中話を聞いてると、これこれこういう状況でお金送ってるんです、でもコゼットにもう一度会いたいって言うんですね。そしたら会えるよって、私がテナルディエ夫妻にお金を送ろうと、そうすればコゼットと一緒に暮らせるはずだっていうわけです。こうしてこのファンティーヌとバルジャンは一緒に過ごすうちに、こう友情とも恋愛とも何とも言えぬ絆が生まれてくるんです。病も進行する、ファンティーヌは。だからこう言うんです、何かあったら、何か私にあったらコゼットをお願いします、市長様、コゼットを守る約束をするんですね。バルジャンはこう答える、もちろんもちろん、だけれどもまずは君が元気にならないと、って元気になって親子二人で暮らすんだって言うんです。でバルジャンがお金を送るんだけど、全然コゼット帰ってこないんですよ。でここの辺りで分かるんですけど、このテナルディエっていう二人は悪だったんですよ。実は風邪でも何でもなくて、ファンティーヌから金を奪い取るために嘘ついてたんですよ。風邪ですとか病気ですとかで虐待してたんです。ということが分かって、このファンティーヌに委任状を書いてもらって、私自身が、バルジャン自身が引き取りに行こうという話になってたんですよ。そんな時に
こんなことが起こる。馬車が倒れる事故が起こる。人が挟まっちゃって、馬車に挟まれて人が死にそうだ。それをバルジャンが見かける。みんなこの馬車をせーので持ち上げろ。とても大きな馬車です。これを持ち上げるなんて無理です。いいからやれ。せーの、あー、バルジャンが持ち上げる。そこをたまたまジャベールがまた散歩してる。あれみたいな。でバルジャンが、あーって持ち上げるところを見て、はぁと思う。あの牢屋で、あーって引っ張ってたあの男だと思う。ところがこういうことが起こってて、あなたを見ると思い出す。だがあの男は今度裁判にかけられる予定だ。偽バルジャンが登場するんですね。この人バルジャンに間違えられて捕らえられちゃった人なんですよ。でもそんなはずはない。あの男は今裁判にかけられてるはずってことをジャベールから聞くんですね。本物バルジャンは悩むんですよ。これからこの偽バルジャンは罰せられようとしている。でももし黙っていればコゼットを迎えに行ってファンティーヌと幸せに暮らせるじゃないですか。一瞬彼を見殺しにしようかと思う。でもそこでこのことを思い出すんですよ。司教様を。ここで彼を見殺しにしたら、あの時なぜ生まれ変わったのか、意味がなくなってしまうって。で彼は裁判所に駆けつけて言うんですね。私が本物のバルジャンです。あ、本物バルジャンだって話になるんですね。つまり彼は自分の地位も名声も全て捨てて、かつて司教様がしたことと同じことをするんです。自分もこうして、ジャベールはやっぱりあいつだったかって言って、追うジャベール逃げるバルジャンの構図がこの後続くことになります。本物バルジャンは財産だけ引き下ろしてファンティーヌの元に駆けつける。ああファンティーヌ、ちょっと事情があってもうこれから引っ越さなきゃいけないんだって、一緒にコゼットに会いに行こうって。ああでも私もうダメ、病気で、ああコゼットっていう状況の時にジャベールが現れて、ドカーン、逮捕だっつって、待ってくれジャベール、時間をくれって言うんだけど、ほらファンティーヌはさっきのやり取りトラウマになってますから、ジャベールが来たわ、私逮捕されるんだわって言って、違うんだ、あれは君じゃないんだ、あーもうダメ、コゼット死んでしまったファンティーヌを抱きかかえるバルジャン。ジャベール、お前が殺した、女が一人死んだから何だって言うんだ、逮捕だって言って逮捕されちゃう。それをなんとか逃げ出してバルジャンはコゼットの元に向かうんです。そしてこのテナルディへと駆け引きし、ファンティーヌからもらった委任状を渡してこのコゼットを取り戻すことに成功するんです。しかしこのコゼットはまだ小さい女の子で、何が起こってるのかよくわからない。だからこう聞くんです。おじちゃんは誰？もしかしてパパ？そうだよ、私がパパだよって言って、この二人は親子になるんです。でもう町にはいられないので二人で逃げようって言ってパリに移動するんです。パリに行ってみると何が起こってるかっていうと、ちょうど1830年代で、あ、そう、時間が飛びます。ここでちょうど世界史で今やっていた時期になるんです。そしてこのパリというのは革命の連続だったね。フランス革命、そして7月革命、人々の中には不満が渦巻いており、王のいない政治、共和派を目指す革命運動が渦巻いていた。コゼットはお母さんにの美しい女性になるんです。でもバルジャンは逃亡犯ってこともありますから、家の中でひっそり暮らしていて、たまに散歩に行くぐらいの関係。そしてコゼットはバルジャンと、パパ散歩に行かない？いいよ、じゃあ散歩に行こうかって言って散歩に行く。するとパリの民衆は、みんな
今こそ革命だ、革命を起こそうと盛んに演説している。その演説をしている青年がマリウス。このマリウスは作者の融合自身だと言われています。思想とか行動とか融合の若い頃を投影したものだと言われています。ちなみにコゼットは奥さんがモデルだそうです。そしてこのマリウス、あるいは女性のエポニーヌ、フロージのガブローシュなどは革命運動の仲間として演説したり喋ったりしている。みんな革命だって言ってるところをコゼットが歩いてきて、あの演説している人なんて素敵なのかしら、ああこんな気持ち初めてとなる。マリウスはマリウスで、みんな今こそ革命だ、革命を起こ、なんて素敵な人なんだこうなる。もう言葉はいらないですね。2人は名前も知らないのに恋に落ちるんです。そんなマリウスといつも行動に共にしているのが同じぐらいの年齢のエポニーヌ。実は彼女はテナルディへの娘なんですね。かつてコゼットと幼い時暮らしてた。エポニーヌはマリウスのことが好き、でも片思いなんです。マリウス、マリウス、今日も演説素敵だったわ。ありがとうエポニーヌ、あなたのその髪、その服素敵ね。からかうなよ。ところでエポニーヌ、僕が演説した時これこれこんな姿の女の子を見たよね。あの子のことが気になってしょうがないんだ。ああ名前も知らないあの子に会いたい。ねえ君この町に詳しいよね、あの子がどこに住んでるか調べてきてくれないか。いいわよ、あなたのためだもの。エポニーヌの思いは届かず、逆にコゼットへの思いを聞く。そしてエポニーヌはコゼットが住んでる場所を教える。二人は夜密かに会って相引きする。そしてお互いの気持ちを言って愛を確かめ合う。エポニーヌはその姿を見て、私の思いは伝わらない、気づいてくれないのねと嘆く。さてそんな中ジャベールもパリにいて、彼警察官で革命派の動きを見張っていた。そしてこう考える。スパイとして潜入してこの革命派の動きを探ろう、で一網打尽にしてやろうと、ジャベールはこの革命運動にスパイ行為に入る。そんな中バルジャンはどうなるかっていうと、このコゼットがいつもと様子がおかしいことに気づいて夜ちょっと覗いてみる。そしたら相引きしてると。あんな感じで、誰だあの男は、え革命派の男だって、何言ってるんだ、もし革命が失敗したら彼は犯罪者になるんだぞ、大切なお前をそんな男に渡すわけにはいかない、今すぐ別れなさいって喧嘩になる。私初めての恋なのに、なんでって、お父さんはいつも家にこもってばかり、たまに散歩に行くだけでもビクビクしてる、何か恥ずかしい過去があるんだわ、私に過去のこと何も話さないもの、いいからもう明日には引っ越そう、はあ、もうマリウスに会えない、マリウス、マリウス、明日私引っ越さなきゃいけないの、なんてことだ、君のこと愛してるのに。でマリウスは思った。コゼットについてってこの街を離れるか、それとも仲間たちと一緒にパリで革命を起こすか、二つに一つ悩んだ彼は決める。僕は革命に生きるって、さよならコゼット、君のことを愛してる、でも僕は革命を起こすという。コゼットは明日にはパリを離れるのねと思う。エポニーヌは明日も明後日も私の気持ちは伝わらないのねと思う。ジャベールは明日こそあいつらを一網打尽にしてやると思う。そしてバルジャンは思う。パリを離れていいのか、私自身は犯罪者だ、いつか私が捕まる日が来るかもしれない、そうなったら誰かがコゼットを守ってやらねば、今コゼットを守ってくれる人を見つけたんじゃないだろうかと。革命が仮に失敗したとしてもこの青年だけは生き延びてもらわなければコゼットのために、ってことでバルジャンも明日この青年の命を救いに革命に投じよう、ってことで登場人物のいろんな人たちがこの革命の嵐の中に入り込んでいくことになるんです。その時いよいよ明日、あと1日、あと1日と皆が歌うんです。これが有名な曲で One Day More
ていう歌なんです。この状況で歌う歌っていうのを知って、歌詞とか音楽を聞くと胸にグッとくるので、ちょっとぜひ聞いてみてください。じゃあいよいよ革命だって言って革命が起きます。授業でやりましたけど、その時にバリケードを築くんだよね。バリケードを築いて戦いに備えることになります。ジャベール、じゃあ俺が作戦探ってくるぜって言ってて、そこで偽の場所におびき出して一網打尽にしようと思ったんですよ、ジャベールは。ところがあのガブローシュ、フローシュ、この子は小さいからいろんなところであちらこちらに行ってて、実はジャベールが警察官だってこと知ってるんですよ。で、あのおじさんは警察官だよってなって、えみたいな、捕らえろ捕らえろって言ってジャベール捕まってしまうんですね。でジャベールはピンチに陥ります。そんな中バルジャンがやってくるんです。マリウスに話します。いいかって、失敗するこの革命は、きっとコゼットのために生き抜けって、革命はやめて生き抜くんだって説得しに来るんです。でもいや僕は絶対に立ち上がるんだって言うんですよ。でも少しずつこの革命側が不利になってくるんです。で不利になってくると人々は立ち上がらずにそっぽ向いちゃうんですね。つまり革命は失敗しちゃうんですよ。で徐々に劣勢になっていきます。そんな中説得にバルジャンが来てるじゃないですか。マリウス、マリウス頼むから君だけでも逃げろって言ってたら、あれ、あそこにいる男はジャベルじゃないかって、あの男は裏切り者のスパイで今から処刑するところだって言うんですよ。実はあの男とは因縁があるから俺にその処刑を任せてくれないかってバルちゃんが言うんです。いいぞ、ただ弾がもったいないから一発で仕留めろよっていう、ついてこい、銃を向けるバルちゃん。でジャベールはこう言う、とうとう俺を殺せるな、バルちゃん、さあ殺せって。そしたらバルちゃんは空に向かってバーン、逃げろジャベール、ここは戦場になるって、なぜ俺を見逃すんだって、情けをかけても俺はやがてお前を捕まえに行くぞバルちゃんっていう。そしたらバルちゃんこう答える、君の仕事は警察官だろって、君に恨みなんかないって、君は仕事をしてるだけだって、さあ命が危ない逃げろってこう言うんです。ジャベールはグドゥドゥドゥと思ってこう逃げるんですね。そして革命は失敗へ失敗へ、戦う戦う、どんどん劣勢になる中銃弾で次々と仲間が死んでいく。エポニーヌ、エポニーヌはマリウス危ない、ドーン、彼をかばって彼女は死ぬ。最後の最後の今はの時にあなたが好きって、エポニーヌも死んで周りの仲間が次々死んでいく中、衝撃でマリウスバーン気絶する。マリウスが気絶したところをチャンスだと思ってバルちゃんは彼を抱きかかえて、で逃げようとするが逃げ場がないから下水道で逃げるんですよ。で下水道でマリウスをこう背負って逃げてたら誰に会うかっていうと、この人たちいるんですよ、テナルディエが。でこの人たち何やってるかっていうと、戦争してると死者が出るじゃないですか、追いはぎやってるんですよ。こいつはいい時計をしてるな、ほい、あいい服着てるな、ほい、いや革命は儲かるね、ほい、はい指輪をほいってやってたら、あれなんか大きなでかい男がいるな、あいつはあコゼットをいつだか連れてった男じゃないか、なんか男を背負ってる、あれマリウス、うちのエポニーヌが惚れてる男じゃねえか、まあいっか、アホイアホイってやってるんですね。でさほいさと、ああやっと下水道抜けて逃げられたと思ったところでジャベールに会うんですよ。バルジャン逮捕だ。でもバルジャンはこういう、見てくれジャベール、この男死にかけてる、命を救わなければならない。あの男はまるで聖人のように人の命を助けようとしている、彼は葛藤に悩む、私の考える法はここで逮捕するっていうのは本当に正しいことなんだろうか、頼む頼むジャベールって言うと、ジャベールはそこで初めて自分のルールを曲げるんです。行けバルジャン行けって、でバルちゃんはマリウスを抱えてあーって逃げる。するとジャベールは自分の矛盾に耐えられなくなる、ああ私は
法律だけが全てだったのに、今やあの男は、バルジャンは私の心すら変えてしまった。私はこの自分の矛盾に耐えられない。バルジャンを見逃し、自分の信念を曲げてしまったこの矛盾に耐えきれず、ジャベールは自殺します。そしてマリウスをなんとか生き延びらして、はっとベッドに置く。マリウスは目が覚める。でも気絶してたから誰が助けてくれたかわからない、誰が助けてくれたかわからないが、周りはボロボロの家、仲間たちの死体、ああみんな死んだのか、生き残ったのは僕だけかって涙ながらに思う。そこにバルちゃんがやってくるって。あなたはコゼットのお父さん、何ですかって。君に話がある。ここで彼は今まで誰にも言わなかった秘密を話すんです。私の本当の名前はジャン・バルジャン。パン一つ盗んで19年牢獄につながれた。これこれこういう事情でコゼットを預かり、本当の娘とのように愛してるって。でも私は犯罪者だから、いつか誰かにコゼットを託さないといけないと思ってた。今その時が来たって。君に娘のコゼットを託すって言うんです。わかりましたって。ただコゼットに会うと別れが辛いから、このことは話さないでくれって。私は旅立ったと言ってくれって。君とコゼット二人で幸せに暮らせって言って、バルジャンはコゼットのことを思って身を隠すんです。したらコゼット現れて、マリウス、マリウス、無事だったのね、ああよかった、お父さんがいなくなってしまったの、何か知らないって。わからないって。君を愛してるって。一緒になろう。で2人は結婚するんです。コゼットとマリウスが結婚する。その結婚式の場にこの人現れて、いやーめでたいに、あコゼット久しぶりな、いやーめでたい間ですね、いやマリウスさん、ところであなた何か秘密を知りたくありませんかね、あなたに関する秘密。なんだってなるって、話してみろって。あなたの命を助けてくれた人のことですよ。誰だ、誰が私を助けてくれたんだ。あのコゼットの父親ですよ。私下水道で見たんです、あなたを背負ってるところを。この話を聞いてマリウスはまた感動する。ああなんて素晴らしい人なんだって。自分がした善行を見せびらかすわけでなく、私が助けたと言わずコゼットのことを思って身を隠すなんて、ああやはりダメだって。このまま親子が離れ離れになるなんてのはおかしいって。ねえコゼットって、会いに行かないか、探しに行かないか、お父さんを。え、でも、いやでも実はこれこれこういう事情で彼は身を隠したんだって告げるわけですよ。お父さんに会いに行こうって。分かった、マリウス。でバルジャンがある部屋で寝てるんです。でも彼は病気が進行して死にかけてる。そして、ああ私の人生は清く正しいものだっただろうか、司教様に顔向けできる人生だっただろうかと思ってるんです。そしたらマリウスとコゼットがスタスタやってきて、お父さん、お父さんって、私全部聞いたわって、マリウスから。それでも、それでもお父さんのこと愛してるわって、ありがとうお父さんって言うんです。このコゼットの言葉にバルちゃんは全てを許されて、人生を肯定された気持ちになるんです。ああ私の人生は間違ってなかったと言って、彼は天国へ登っていく。その死ぬ間際、彼のベッドの横目に入るのが司教様がくれた燭台なんです。この光を見て彼は天国へ登っていく。